2番目に生まれたレッドの男の子です。よいしょよいしょ。これね、絵的に見るとね、茶色に見えるかもしれませんが赤くなりますからね。顔見せるだよ。よう動くんですよ、今回の赤ちゃん、本当に。こんな顔。去年桜が産んだクラマザクラみたいに、お顔の部分はブラックマスクになってますしね。嫌だね。嫌だね。お顔見せるんだよ。チュリみたいな色になるの？言うかな。桜ちゃんとチュリ同じ色やもんな。よしよし。戻る戻る、早い早い。ね、昨日生まれたとは思えないぐらいよう動きますわ。